敗北の責任を取り、切腹を行おうとする武士、辞世の句を書き終えている。月岡義俊による、が、黒木博士の辞世の句、国を思い死ぬに死なれるマスラオがとも呼びつしして、ゆくらん、辞世とは、もともとはこの世に別れを告げることを言い、そこから、人がこの世を去る時に読む、漢詩、下、和歌、北句、またはそれに類する短型しの類のことを指す。辞世といえば、 一般に、この世を去る時に読む身近がたしのことを言うが、これは、東アジア固有の風俗である。基本的にはあらかじめ用意された作品のことを指すが、末期の床でとっさに読んだ作や、旧生のために辞世を作る糸間がなくたまたま生涯、最後の作品となってしまったものも広い意味での辞世に、含む。内容的には、自らの生涯を振り返っての考えや総括、 死に対する思いなどを題材にする。風俗としての起源ははっきりしないが、特に中世以降の日本において大いに流行し、文人の末期や切腹の際には欠かせない習いの一つとなった。この場合、最もよく用いられた死刑は和歌である。これは前僧が死に際して下を絶筆として残す風俗に、 死刑としての和歌の格の高さ、王朝時代以来の歌特設話の中にまま時勢に関するものが見えたことなどが影響していると思われる。江戸期には下による時勢がほとんど姿を消すと同時に和歌形式が教科やホックに形を変えていくのが一般的な風潮になった。和歌には内族や笑いを持ち込める形式が時勢として多く用いられるようになったことで明るく軽く 死を描きながら人皮めくるとその裏に重大なものが息づいているという繊細なポエジーが成立し、江戸期は自世文学における一つの頂点を迎えると言って良いだろう。また、政治的な理由で死を選ばざるを得なかった人々が自世に監視の死刑を用いたこともこの時代の一つの特徴であり、これは自らの社会的な志を述べるのにこの死刑が、 最もよく適していたことを示している。ありがとうございます。